どうも、チャンネル隊長です。うらです。いや、今もうね、寝起き10分ぐらい。うん、僕は。うん。そしたら頭回ってないですけども。今日はどちらへ向かうんですか？温泉に行きます。何しに行くんですか？私がすごい好きなハンドメイド作家さんっていうのかな、クリエイターさんがいて、チェロスさんっていう方なんですけど、チェロスさんっていう方の展示会をやってるので、今日はそれに行きたいと思います。はい、行きましょう。はい、めっちゃ楽しみなんだ。マジか。すごいな、なんかおしゃれだな、なんかね、創作でお洋服とかオリジナルのを作ってる人ですごい性癖に刺さる。マジで？じゃあ俺も作業着欲しいな。作業着はちょっと作ってないかな。仕事でさりげなく使えるおしゃれな作業着ね。はい、行きますよ。行きますよ。はい、大須に着きました。はい。久しぶりの大須やね。いつぶりやっけ？あ、前あれだ、ドライブする動画。うん、堺をドライブする動画の後に大須に遊びに行って動画を撮ったんだけど、うまく撮影できなくてお蔵入り。無理ですね。じゃあ行きますかね。行きましょう。行きましょうね。楽しみ。ね、ちょっと給料日前だからね、ちょっと贅沢できないんですけど。大丈夫、今日の予算は決めてきてるから。本当。ここかな。ここですね。入場無料。おしゃれ。おしゃれ。じゃあ行きますか。もうなんかもう顔がなんかすごい感動の後みたいな、感動した映画見た後みたいな感じになってますから、ね。よかった。ずっと痛い。作者の人たちなんかもっと怖い人たちかなと思ったけど、めちゃくちゃ気さくやったの。めちゃくちゃノリのいい綺麗な女の人たちがいっぱいいました。よかったです。すごいですね。じゃあまた来ましょうか、ね。ああ、すごい。行くぞ。どんだけ感動したの？どんだけ感動したの？なんかすごくない？自分が尊敬してる人に会えるっていうさ。まあ確かにそうですね。自分が推してるクリエイターさんに会って直にお話ができるってすごくないですか？まあそうですね。びっくりしたね。私が推してる上江氏さんともお話できて、マジでやば。私明日死んでもいい。そんなレベル。とりあえず大須でうまいもん食って帰りますか。うまいもん食って帰る。うまいもん食って帰ります。はい、こちらが今日の戦利品です。これが展示会のパンフレットの中身なんですけど、このウェスティール魔術学院っていうチェロスさんオリジナルの創作のお話がね、作り込みが本当にすごくて、すっごい引き込まれてくんだよね。みんなね、ほんとチェロス先生をね、すこれ今日の展示会にフリーホラーゲームの「アクアリウムは踊らない」のグッズも委託販売されてたので買ってきました。アクアリウムは踊らないっていうのがダイダイさんっていう方が今作ってる、ホラー嫌いが作る水族館が舞台のホラーゲームです。幼なじみのルルと水族館へ行くことになったスーズだが、突然ルルが行方不明になってしまう。スーズはルルを追い、恐怖の水族館へ迷い込んだ。するとレトロと名乗る謎の人物が突然襲いかかってきた。艦長の妻であり、脱出のためにスーズに手を差し伸べるクリス。水族館に閉じ込められ続けている少女キティ。脱出のヒントはただ一つ、水族館の生物になり彼女たちの秘密を解け。裏切り者は誰だ。これが主要キャラたちなんですけど、すごく可愛いです。でこれ今日買ったグッズの中身なんだけど、こうチケットとか館内マップとか入ってて、すごい実在する水族館なのかもって思えるようなグッズでワクワクします。